メンズの商品紹介になります。はい、1点目、こちらラルフローレンのですね、デニムジャケットになるんですけど、うんうん、ちょっと古いやつ、90年代ぐらいのやつになると思うんですけど、はい、で後ろの、革パッチがちょっと可愛かったり、はい、でこのステッチもちょっと昔のヴィンテージ風っていうのを出してるっていうのがありますので、はいはいはい、可愛く着れる方がおすすめです。はい、2点目です、はい、こちらはデニムの、ウールメルトン、まあ、シャツジャケットという感じですね。結構肉厚でですね、おうおうおう、はい、ずっしりしているので、なるほど、まあ、着てあったかいですし、はいはいはい、色合いもすごい綺麗な配色なんで、パンチありますね、はい、デニムに合いますし、はい、結構可愛い感じで着れるかな、ね、真っ赤というよりちょっとくすんでるのかな。そうなんですよ、真っ赤ではないので、ね、いいですね、はい、着てもそこまで派手っていうわけでもないので、うんうん、落ち着いた赤って感じですね、はいはい、おすすめです、はいはいはい、こちらの、まあ、ボアフリースジャケットなんですけど、うんうんうん、こちらリバーシブルになっておりまして、はい、こういう感じでかわいい、はい、リバーシブルなんで結構印象が変わって、うんうん、なるほど、変えられるかなって、いいですね、はい、着方楽しめるんで、はい、ちょっと時期によっても変えられるかなっていう、クッキーも両方ついてるんですね。ついてます、ね、はい、両方ついてて、こっちもちゃんとロゴ入ってるは、はい、おすすめのジャケットです。はい、はい、4点目ですね、はい、アディダスの、ナイロンジャケットになりまして、うんうん、でこれタグ付きの、ほうほう、はい、新品にはなってまして、未使用品ですね、うんうん、はい、でまあ、デザインがちょっとこういう感じカラフルなデザインで、珍しいね、あ、すごい、配色がめちゃくちゃ可愛い、すごい可愛いね、はい、でまあ、最近のにはなるんですけど、うんうん、配色とかデザインはちょっと80年代とか、うんうんうん、その辺の意識してるのかなっていうので、すごい可愛いです、これは、うん、